それでは講義、考える技術、書く技術、読む技術、これの第5回を始めたいと思います。まずここまでの4回分の流れを復習していきます。まずこの講義の第1回でやったのは書く技術、読む技術、そして考える技術、そして、書く、読む、考えるという行為そのものが非常に密接にリンクしているというところを理解することでした。これはつまり人間が物事を考えるとき、そして理解するときには頭の中でピラミッド構造を作るということです。なのでこのピラミッド構造を意識して書く、ピラミッド構造に基づいて書くことで分かりやすい技術文章を作ることができるというのがこの講義のシリーズの根本的なモデルです。そして第2回ではこのピラミッド構造を作るための思考の道具立てというのを3つ導入しました。1つがイントロの構造、イントロの構造を作る、イントロの基本構造ですね、というのを1つの道具として導入しました。で次に出てきたのが縦の関係という物事の進め方、議論の進め方です。これはつまりなぜなぜならば、なぜなぜならばというのを繰り返しながら議論を進めていくという、そういう道具です。そして3つ目が横の関係です。ここでは演繹と機能という2つの基本的なものの考え方を利用して議論を進めていくということを勉強しました。そしてこの演繹と機能というのを3つ目の道具、ピラミッド作りの3つ目の道具というふうに考えたわけです。そして第3回ではこの第2回で手に入れた3つの道具を利用して実際にピラミッドを作っていく方法を勉強しました。この方法には2つあります。1つがトップダウン、もう一つがボトムアップです。そして前回第4回ではイントロダクション、導入部を作っていく具体的な方法というのを勉強していきました。で特に第4回で勉強したことというのはイントロには4つのパターンがあるということです。そしてこの4つのパターンというのは実はイントロダクションの4つのパターンというだけではなくて技術文書そのものの4つの目的、4つのパターンと対応しているということを勉強しました。そしてそれぞれのパターンについてどのようなイントロを作ってどのように本文自体の論調を進めていくべきかというのも簡単に見ていきました。では本日第5回の講義なんですが、第5回では第2回で勉強した横の関係、そこに出てきた演繹と機能というこの2つの道具立て、これをもう少し踏み込んで進めていきたいと思います。演繹と機能というのはある与えられたもの、もしくは実験などで得た事実から一つの結論を出していくための推論技術です。なので演繹推論、機能推論という言い方もします。でこの2つには特徴があります。でこの特徴をきちんと理解することで演繹推論、機能推論、この2つを作って分かりやすい文章、そして、論理的に破綻のない文章を作っていく、さらに言えばこれは文章だけではなくて実際には実験などによって得られたデータ、研究などによって分かったことからどのような結論を出していくかという、実は研究行為そのものなんですが、この研究行為をどのように進めていくかというところまで勉強していきたいと思います。ですので今日のテーマは演繹と機能を使いこなすということです。それでは早速今日の内容に入っていきましょう。さっきも説明したように今日勉強するのは演繹と機能、演繹推論と機能推論ということです。でこれをもう少し深く突っ込んでいくことでいろんなところに使えるようになっていきましょうというのが今日の狙いです。ただいずれにせよこの講義自体はやっぱり技術文書、科学文書というのを書くという、書くことによってものを考える、ものを考えることによって書くというのを、一つのテーマとしていますので、その軸に沿って考えていきたいと思います。でさっきも説明したんですが、この講義今まで4回やってきました。で1つ目第1回でやった内容というのが、ピラミッド構造という考え方自体を導入したということです。で、第2回でピラミッド作りの道具ですね、道具立てというのを導入しました。でこの中で演繹と機能という話が少し出てきたわけです。で第3回で具体的にピラミッドの作り方というのを説明しました。で実はここまでが、いわば総論です。なのでピラミッドという考え方を導入して、実際にそれがどういうふうに作られていくのかというのを全体像を見てきたというのが第3回まででした。
で、第4回でイントロのパターンというのを導入したんですね。で、これは実は各論にあたります。なので具体的に第3回までの間で学んだ道具とかものの考え方というのを利用して実際にイントロを作ってみましょうと。で、ちなみにさらにこのイントロが決まると論文全体の形が決まるというのも一つのポイントでした。で、今日はもう一回少し、総論というか道具立てというのに戻ります。なんで、ちょっとこの講義、総論と各論とか道具立て、抽象的なところから具体的なところとか、ね、少し行ったり来たりしちゃうんですが、最初の3回で総論。で、第4回でより具体的な話として、イントロダクション、導入部というのはどう書くかという話をしたんですね。で、その上で今日はここまでで使ってきた機能と演繹、演繹と機能か。順番からいくと演繹と機能です。演繹と機能と。この2つの、また思考の道具立てですね。これをもう少し深く考えていくことで、実際に例えば一つのパラグラフの中の構造をどう作っていくかという話をしていきたいと思います。で、さらにこの同じ考え方がピラミッド構造の、一番大きな構造、キーラインっていうんでしたよね。イントロから始まって論文の結論に至るまで全体の構造で、またはイントロの中の構造で、さらには一個一個のパラグラフの構造、それぞれで使えると、この演繹と機能という考え方が使えるという話をします。で、さらに、今日の最後ではこの演繹と機能という考え方とか、さらにそれから少し派生してくるとか関連してくるような総合と分析という考え方を使うことで、研究自体について理解していくと、自分のやってる研究とかその内容について理解していく、なんで考える技術ですね、そこについても少し触れたいと思います。では、まず今日のところ始めていくにあたって、前回のおさらいというよりは、前回まで少しやったことなんですが、そこをきちんと押さえていくということで、ピラミッドの基本構造というところをもう一回見直してみましょう。ピラミッドの基本構造です。ピラミッドの構造というのはまず図で書いてみると、例えば A という要素があります。で、これがピラミッドの頂点になるところ。で、これはこのピラミッドの中で述べる考え方、考えですね、ピラミッドの中で述べる考えの要約です。これは別の言い方をすると、このピラミッド全体で伝えたいメッセージだというふうにも言えると思います。で、さらにこのメッセージをサポートする考え、例えば論拠っていうのもそれに当たりますね。それが下にぶら下がってきます。例えばそれ B で書きましょう。その論拠はいくつもあります。例えば B1、B2、B3、 今3つだけ書きますね。で、この B というのはさっきも口で言いましたが、このつまり A、 このメッセージをサポートする考えポイントで、これ今論拠って言い方をしたけど、例えばそれは事実っていうこともあったこともあるし、実験したらこんな結果が出てきましたっていうこともあります。もしくは他の人がこういう研究してますっていうのもあれば、もう一つは、その事実に基づいて論理を立てて、この論理なのでこうですっていう論拠っていうのも入ってきます。で、事実っていうのは一番プリミティブな根っこのところの論拠ですよね。で、それを使って、二次的三次的に出してきた論理と、それを組み合わせて二次的三次的に、出してきたものっていうのもこのポイント、サポートする考えという、ここですね、この B1、B2、B3、 サポートする考えっていうところに入ってきます。で、ここで第2回の復習になるのかな、こいつらが、この論拠の並びというのが横の関係でしたよね。ピラミッドを作る3つの道具立て、イントロの構造、導入部の構造ですね。で、縦の関係で、これはなぜなぜなのかという連続でした。
そしてもう一つが横の関係です。でこの、横の関係には演繹的な関係と機能的な関係があるというのが、第2回で僕が話したことでした。書いとくかな。演繹と機能があると。で今日はこの演繹と機能という話をさらに掘り下げていきたいと思います。で、演繹と機能、どうかな、みんな聞いたことはあるのかな。聞いたことはあると思います。演繹的に考えるととか機能的に考えると、特に理系の人たちっていうのは機能っていうのは数学的機能法っていうので言葉は聞いたことあると思うんですよね。ただ数学的機能法っていうのは厳密な数学的な、ものの考え方とか証明方法の一つなので少し一回忘れてください。でまずじゃあそもそも演繹と機能っていうのは何なのかっていうところをまとめるところからいきましょう。で今日の、メインのテーマ、演繹と機能、これを使いこなそうということです。演繹と機能を一言で言うと、よいしょ、まず演繹からいくね。で演繹っていうだけではちょっとスペシフィックじゃないので、もう少し今日のところはくっつけて、言葉をくっつけてこういう感じで考えていきましょう。演繹的推論です。あるところから始まって結論を出していく、スタート地点とかある要素から始まって最終的に結論を出す、それを推論と今呼んでいます。で今回まず、一つ目の演繹ってところで考えるのが、演繹的にものを考えて最終的に結論を出していく、演繹的推論です。でこれはつまり一本のロジックラインで展開して最後にそれゆえにで終わる結論に至るということです。書いておくね。一本のロジックラインで、展開し最後に、最後にここポイントなんですが、それゆえにで終わる、終わるというか、結論、終わる結、始まる結論ですね。それゆえにで始まる結論の分、結論に至ると。でこの結論というところポイントなんですが、これは実はロジックラインの要約になります。こいつね、ロジックライン、これ。これの要約になりますということです。で、同時にこの要約ってことは、これはさっきのところに少し戻ると、これですね。考えの要約、メッセージってことになります。つまり、演繹的推論でピラミッドを作ると、最後に、演繹的推論でピラミッドを作ると、それは一本のロジックラインをたどるように展開して最後にそれゆえにで終わる最終的なそのピラミッドのメッセージに至るということです。じゃあ次、機能を考えていきましょう。で今回は、この機能ももう少しスペシフィックに言って機能的推論ということになります。でこれは、演繹と比べると一番分かりやすいと思うんですが、演繹が1本のロジックラインで展開していたのに対して、機能っていうのはいくつかの考えを並べてそこから一気に結論を出していく方法です。一応書きます。同じ種類の、これポイントになってきます。同じ、書き直すかな。同じ種類のグループの考え、あ、間違った。考えを並べて、その類似性、ここもう一個次のポイントになります。類似性から一気に
ここもポイントね。ジャンプして。結論、つまりメッセージを取り出すと。で、もう一回これ、見ていきましょう。まず演繹的推論、これはあるところから始まってステップステップステップできちんとロジックラインを展開していきます。一本でこう展開していって最終的に当然のようにメッセージ、つまり結論に至るということです。で、それに対して機能的推論というのは、例えば、A ですね、 B ですね、 C ですね、 D ですね、一個一個別のことを言ってきます。ただそれが同じグループに属していると、こいつらが同じグループに属しているというのに注目して、一気にじゃあこういう結論なんじゃないのっていうのです。これが機能的な推論の進め方です。いいかな？じゃあこれ一個一個、この次、今の説明だとちょっと分かったような分からないようなっていう人がほとんどだったと思うので、ここから一個一個きちんと見ていくことにしましょう。まず演繹的推論からです。じゃあいくね。演繹的論理展開、演繹的推論とも書いちゃうかな。詳しく見ていきましょう。で、さっきピラミッド、こうやって書いたよね。これです、このピラミッド。で、ここでは、A というメッセージがあって、それをサポートする B1、B2、B3 っていう順番で書きました。で、ただ実際に演繹的推論とか演繹的な、理論展開、論理展開で話を進めていくときには、ピラミッドの方向というのは実は逆になります。底辺から始まって、ピラミッドの底辺から始まって、頂点にたどり着くように文章というのは展開していきます。で、これがつまり書く順番ってことでね、書く順番見ていきましょう。じゃあまず、B1 っていう論点を挙げます。論拠を挙げます。で、次に B2。で、次、例えば B3。これいくつあってもいいんですが、今3つで切っときましょう。で、こういうふうに順番に並べていきます。で、この順番には必然性があって、例えば B1、B3、B2 みたいな順番ではなくて、B1 でも B2。ところが B3 とか B1、なので B2 でも B3 とかっていうふうに、ちゃんとこの隣り合う2つ同士の間にある程度の関係が担保されているというのが一つの特徴になってきます。実際には、局所的にはこう入れ替えられるところっていうのもあるんやけど、基本的には例えばこいつとこの塊の順番は入れ替えられないとかっていうルールがあるっていうのが特徴になってくるわけ。で、その上で最後ズドンとこっちに行って A、ゆえに、ちょっと変な書き方しちゃったね。ズドンとこっちに行って、ゆえに結論 A。これは結論です。で、この結論っていうのはさっきも言ったけど、ピラミッド全体のメッセージということにもなるわけです。で、これをさっきも書いたように、演繹的推論と言います。で、この方式にはいくつか特徴があります。特徴。これさっきもちょっと言ったところですが、まず1番。特徴の1は、すべてのポイント、各ポイントは、各ポイントはつながっている、直接つながっている。別の言い方をすれば、互いに導き合うっていう言い方もできると思います。で、もう一つ、今まで触れてこなかった特徴があるんですが、この演繹推論というのは厳密な推論です。で、この厳密っていうのを、どういうことですかと思うかもしれないよね。推論とか論理展開をしていくっていうのは、みんな当然それは正しい答えが出てくるものだと思ってると思います。ただ
実際には、推論とか論理展開っていうのは必ずしも厳密に答えの出てくるものではありません。こういう妥当性を推論していく、演繹推論っていうのは妥当性を推論していくってパターンになるんですが、こういうのは割と厳密なんですよ。例えばね、B1、B2、B3 ってこいつらが全部正しければ必ずこの A というのは正しいというのが演繹推論、妥当です。 A は妥当だというのを推論していくということです。それに対して蓋然性推論というのがあります。でそれちょっとこの後で機能推論と、機能的推論のところで話しますが、蓋然性推論というのは A でした、 B でした、B1 でした、 B2 でした、 B3 でした、なので A という結論を支持する蓋然性が高まりました。なんで多分 A だろうと思ってたけど、この結果この結果この結果が出たので、さらに多分 A だという確信が強まりましたっていうタイプの推論を行うこともあります。でそれは、論理学の教科書とか見るとあんまり、本当の論理学の基本的なところを見るとあんまり重要視されてないんですが、実は研究とか実験においては極めて重要です。なぜならほとんどの研究っていうのは最後、最終的な結論は出ないからです。最終的な結論がある研究で出るときっていうのは、その研究分野っていうのは終わってるよね。その結論が出た以上、その研究分野っていうのも見事に終了したわけです。悪い意味じゃなくていい意味で終了した、歴史の終わりってことです。でもそこに未だに人類っていうのは至らずに、ひたすら次の疑問が出て先進んでるってことは、必ずしも研究って本当の最終的な絶対間違いない結論が出てそれから論文にするって話はないんですよ。なんで、論文に書くときですらそうで、まして、言わんや内部レポート親という感じです。例えば毎週毎週きちんとした結論が出てそれをみんなにグループミーティングで報告するなんてことはなくて、やっぱり大体こうなんじゃないかと思ってて、それを信じる理由はこんだけ上がってきました、なので先週に比べて今週の方が多分この結論が正しいと考えるのが妥当なんじゃないか、信じる蓋然性が高まったんじゃないかと思いますというパターンが多くなってくるわけです。でそういうのを蓋然性推論、それはちょっと今話が先に行っちゃったけど、それは機能的推論でやるパターンが多いですということです。でじゃあ演繹推論、だいぶ飛んじゃったね、この、妥当性推論、厳密である演繹推論というところに話を戻しましょう。でこの演繹推論、じゃあ具体的にどういうものなのかというのを説明した方がみんなのイメージも湧きやすいと思います。なので演繹推論の例いってみましょう。で演繹推論って、なんていうのかな、非常に厳密な推論でいろんなパターンがあるんですよ。で例えばだから、しかしとかっていうその順説逆説の接続詞で一つ一つの主張をつなぎながら、でかつ、ちょっとこの授業シリーズの後の方でやろうと思うんですが、対等関係、例えば全ての A が、A は B であるという時に、全ての A が B ならば、全ての A が B であるならば B でなければ A ではないかとかっていう、そういうパターン、集合を使って論理展開していくってパターンね。でそういうのを組み合わせて進めていくのが演繹的推論、全部それは演繹的推論に入るんですが、今例としてよく使うパターンというのをやっていきます。でミントのこの、講義で使っている教科書ではもうズバリ、演繹推論のほとんどは三段論法ですという言い方をしています。で僕ちょっとそれはそれはちょっと言い過ぎなんじゃないのと僕個人は思うんですが、ただ三段論法で展開していく、演繹推論のほとんどは多くは三段論法に展開していくっていうのは事実なので、これ見直してみましょう。で三段論法には基本構造があります。三段論法の基本構造、こっち連れてこようかな、よ、三段論法の基本構造の、三段論法の基本構造っていうのは3つの要素でできているってことです。で1つ目の要素が大前提で、次が大の次なので小前提です。で3つ目が結論で、例えばじゃあこれどういうのが、どういう例があるかっていうと、
一つ、例を挙げてみましょう。ソクラテスは人間である。これが大前提です。で、小前提。小前提は人間には寿命がある。人間はいつか死ぬってことですよね。で、今ここ人間って2つ、大前提と小前提両方に出てきたよね。でこういうのを媒介概念と言います、大前提と小前提を媒介している概念という意味で媒介概念と言います。で、この2つから結論を出します。結論って書いちゃった。もう書いてあるね、結論は。結論の内容を書きますね。ゆえに、ソクラテスには寿命がある。で、今これ全部シンプルにこの三段論法って言ったんですが、実は、今概念、これ三段論法って3つ出てきてて、ここ、これね、あとこれ。これです。で、今ソクラテス、まず人間、こいつは媒介概念だって話をしたよね。でさらに、ソクラテスと寿命っていうのがあるんですが、例えばこのソクラテスと人間ってこの2つには、例えば特徴、短所、前哨っていう違いが出てきます。例えばソクラテスっていう個人の人のことを言ってるのか、例えば、っていうのか、短所かな。でこの人間っていうのが複数の人間、人間すべてのことなのか、全称で、特徴っていうのがある人間っていうパターンです。でそのある人間、すべての人間、そして個人としてのソクラテス、でこの3つのあるすべて、このっていう、この人間、つまりソクラテス、でこの3つの組み合わせで、実は三段論法っても、組み合わせの数で大量に出てくるんですよ。でどのタイプの三段論法は正しい結論に至るっていうのをきちんともかなり古代から研究されてます。なんでこれ、ちょっと興味のある人は三段論法でちゃんと調べてみてください。今言った特徴、特徴前哨っていうの と、論理展開の組み合わせで、どの三段論法が正しい結論に至って、どの三段論法は正しい結論に至らないっていうのが、きちんと研究されてます。でそれ自体はもう非常に古典的なところなので、もし興味のある人はググってもらえればいろいろ出てくるんじゃないかなと思います。でだ、なんでまずこれは一つの例ですよね。三段論法っていうのは演繹的推論の例です。でここで言いたいのは、この三段論法自体の、技術っていうよりは、この演繹的推論、三段論法で代表されるような演繹的推論というのは、前提が正しければ必ず正しい結論が出てくるという特徴があるということです。今言った三段論法でも組み合わせによって正しい結論が出ないって言ったのは、それはそもそも、三段論法の中で論理的に成立してないものっていうことなんで、それを今除外してね、あくまでも論理的にきちんと誤りのない三段論法、誤りのない三段論法、誤謬のない三段論法では必ず正しい結論が出てきます。で昨日の場合は必ずしもそれが正しいとは言い切れない、機能的推論ってこの後やるやつでは必ずしもそれが正しいとは言い切れないっていうのが特徴になってくると。でそれに対して演繹的推論は、正しい論理と正しい前提があれば必ず正しい結論が出てきますよということです。いいかな。で、ここで実際に演繹的推論を使って論文のパラグラフとか論文の中で主張していくときにやりやすいミスというのを一個例で見てみましょう。で実際に僕自身が研究者として一緒にやってる学生さんとかジュニアの研究者なんかの論理展開を見ていて、あれと思って気になるところ、そこから気づいた例です。演繹的推論の注意点見てみましょう。演繹的推論の注意点。注意点です。で、これは一言で言ってしまえば、
この演繹的推論の各ステップ、演繹的推論の各ステップは足りていますかっていうことです。でこの各ステップっていうのはつまり前提ですよね。最終的な結論を出すための全ての前提はきちんと書かれていますか、全て揃ってますか、書かれてますかっていうことです。で実際に、例を見てみましょう。例えば OCT 光コヒーレンストモグラフィーという僕自身が研究している装置があります。で例えばね、 OCT は眼科疾患に、眼科疾患の検出に有効であると、眼底疾患の検出に有効であるという前提があったとします。OCT は眼底疾患の検出に有効である。でそこから、OCT は眼科診断に必要な機器であるという結論を出すという話です。 OCT は眼底、もう省略して書いちゃうね、眼底疾患、眼室って書いておこう、眼底疾患の診断に、ちょっと分かりにくかったな、眼底疾患の診断に必要である。でこれよくこういう例えば OCT 光コーヒーレンストモグラフィーっていう技術を研究していると、その論文を書くときのイントロに書くことなんですよね。 OCT は眼底疾患の検出に有効である、参考文献 1-2 ゆえに OCT は眼底疾患の診断に必要な装置であるっていうのを主張するっていうようなパターンです。でもこれ実は、この前提からこの結論って出てこないっていうの分かる、足りないものがあるんですよね。例えば、OCT は眼底疾患の診断に有効であると、じゃあなんで必要なんですかってことです。これね、多分今言われても、え、必要なんじゃないのっていう、なんでこれ間違ってるんですかって思う人いるかと思います。で実はここには2つ欠けている前提があります。欠けていた前提、1つ目いきましょう。まず眼底疾患を検出する必要があるっていうのが別にいるよね。今これも省略で書いちゃうね、眼底疾患、眼底疾患の診断には、そうか、眼底疾患の診断にはそれを検出する必要がある。検出がいるって書いておくか。眼底疾患の診断のためにはそれを検出する必要がある。ね、でところがこれがなければ、別に検出が有効でも、そもそも検出しなくても診断できるっていう病気だったら、こんな、OCT を使って眼底疾患の検出をする必要がないって話になっちゃうんで、これ前提としているんですよね。でもう一つ、実はあります。それが、OCT の他にその疾患を検出する方法がないっていうことです。その病気を検出する方法がない。例えば、これね、見ていくね、 OCT は眼底疾患の検出に有効である、でそれは OK ですと。で診断するためには検出がいりますと。でところがその検出はもっと簡単な眼底写真とかそういうのでできるんですよ、もしくはもう見りゃ分かるんですよって時には、そもそも OCT は眼底疾患の診断には必要でないって話になっちゃうね。なので、この今書いた1つ目と2つ目の前提っていうのが実は、明確に述べられていないと、この2つの前提がなければ、最終的な結論は出てこないと。なので前提で言うと、前提、0って書いておこうかな、前提0、そして前提1、前提2があって、この3つがあって初めてこの結論が出てくるわけです。でただ、これね、必ずしも全部書かなくていいんですよって話もあるんですよ。例えばこの人、眼底疾患の診断にはそれを検出する必要がある、
で今僕この例ではそもそもこれ検出しなくても診断できるんですよっていう場合だったら、OCT はいらないって話になっちゃうでしょって言ったけど、実際に普通に考えてそんなことはありえないんですよね。診断しようと思ったらその病気が検出される必要がある。でこれぐらい自明になってくるとこいつは省略できます。 OK。 なので実際論文として文章を書くときにはまずこれ、OCT は眼底疾患の検出に有効である、そしてOCT の他にその疾患を検出するような技術というのは今のところありません。ですので OCT は眼底の診断に有効である、もしくは、なので我々は OCT を眼底疾患の診断に利用するための研究を行っていますというのが主張点になるわけです。でこの時ただ隠れた前提としてこの眼底疾患の診断には、診断するためには検出、それをまずそもそも、ごめんもう一回言い直すね、眼底疾患の診断を行うためにはその眼底疾患をそもそも検出する必要がありますっていう当たり前のことだけれども、隠れた前提が存在しているということです。でただ分野とか読者によってはそれを当たり前だと思ってくれないこともあるので、そういう場合にはきちんとそれを書かないといけませんっていうことです。いいかな。でここまでが、今日の前半、演繹的推論です。ではここから機能的推論、機能的論理展開というところに入っていきましょう。後半、機能的推論です。で、この機能的推論、基本的なところはさっきもちょっと説明したよね。一応もう一回書くね。基本、機能的推論の、基本構造、これはまず一番最初にいくつかのポイントを並べると。で、2番。そこから、このポイントの類似性を見つけます。これらのポイントの類似性を見つけて、その類似性、つまりこれがこのグループを表す概念なんですよね。その概念、その類似性、つまり概念でそのグループを要約する。でこの要約っていうのがメッセージってことやったよね。でじゃあこれちょっと例を出してみましょう。例えば、いくつかのポイントを並べます。犬、猫、馬、この3つがある。でこれそれぞれで見ると、それぞれでも全然別々のものです。犬を見て猫だと思う人はいないし、猫を見て馬だと思う人はもっといないわけや。でところがこの3つにはいくつか共通点があります。で例えば足が4つあるとか、そういう具体的なところもあるし、もう一つ、概念としてこいつら同じ仲間なんですよ、僕ねよく論文の書き方を直接説明するときには、仲間探しと仲間外れ探しという言い方をするんですが、この場合仲間探しですよね。これなんでこいつら犬猫馬っていうのが仲間なのかっていうのを考えるわけです。でそうするとこいつら仲間ですよ、だってこいつらみんな哺乳類じゃないですかっていうことが言えるわけ。例えばね。でこれいくつも出てくるんですよ、この、要約というか概念。例えばこの例だったら哺乳類なので、これ論理展開としてもう一回見直すとどういうことなのかというと、犬っていう生物がいます、猫という生物がいます、馬という生物がいます。でこれらの類似性、例えば足が4つある、毛が生えている、子供が生まれるとおっぱいで育てる、でそういうのを全部合わせて、じゃあこれは哺乳類という概念として話を進めていきましょうっていうのが、機能的な論理展開の例ということになります。でこの、機能的推論っていうのが実は非常に面白いところなんですよね。なんでかっていうと、これは認識を拡張させていくからです。さっきのね演繹的推論っていうのを見ていくと、例えばこれがいいかな、ソクラテスは人間である、で人間には寿命がある、この2つの前提に含まれている情報と結論の間には、
ごめん、この2つの前提の中に含まれている情報と結論に含まれている情報って何ら変わらないんですよ。この2つの前提の中に入ってない情報は結論の中には含まれてません。いいかな。だからこそ逆に言えば2つの前提から確実にこの結論が出てくるということになるわけで、ところが機能的推論ってそうじゃないのよ。犬、猫、馬っていうポイントの中には、この犬、猫、馬っていう存在の中には哺乳類っていう概念は、その概念そのものは含まれてないんですよ。犬、猫、馬というのを我々が見て、これをじゃあ哺乳類と呼びましょうっていう新しい概念を我々は作り出したわけです。なんで、機能的推論のいいところ悪いところあるんですが、同じ点です。同じ点をいいところ悪いところって2つの言い方を見ると、いいところは、悪いところは機能的推論っていうのは、必ずしも正しい答えが出てこないっていうことです。いいかな。で、悪いところ、じゃあどこ、悪いところがそれね、必ずしも正しい答えが出てこない。いいところっていうのは何なのかっていうと、我々の認識を拡張してくれることです。つまり機能的推論を行うことによって、自分たちは新しい発見ができる、もしくは新しい概念を作り出すことができる。構成的なんですよ、機能的推論っていうのは。っていうのが、一つのポイントになります。なので例えばこれ今日の最後のところで本当はちょっと話そうと思ってたんですが、実は機能的推論とか機能的な考え方を使いこなすっていうのが、例えば研究企画を作るとか、すでにあるものの中からそれをどうまとめていくかってアイデアを出してくるっていう、アイデア出しの実は根本、アイデアを出すっていう人間の思考の根本的なところ、それが実は機能的推論だっていうところが、っていうのがあります。なので機能的推論って非常に、あやふやだけど、だからこそ面白くて重要なものということで、まず覚えておいてください。で、この後具体的に実際にじゃあこれを使って、論文を書いていくっていうのはどういうことなのかっていうのを見ていきたいと思います。で、今の話ね、機能的推論っていうのはいくつかのポイントを挙げてそれをグループ化する。で、グループ化っていうのが概念自体を作ることだっていうのを話をしました。グループ化イコール、概念を定義付けるってことです。定義、コンビニいらないかな、定義付けるってことです。で、この概念を定義付けるってことは、この具体的にあるグループの内容を抽象化するということでもあります。で、じゃあこれ実際にどういうふうにやっていくのかっていうのを見ていきましょう。どういうふうにやるのか。まずグループを並べるよね。グループを並べるというか、ポイントを並べる。ポイントを並べるって書いておくか。で、このポイントを見て、で、それが結局どういう概念で表現できるのかってすぐ思いつけばいいんですよ。でも、それすぐ思いつかない時っていうのは、共通点と共通してない点を見つけます。なんでこのポイントをいくつも並べて、例えばこういう感じね。で、最初ポイント並べるときっていうのはこう適当にこうパッパッパッと思いつくまま並べていくから、ポン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 と出てくるわけです。で、こうやって見ていると、あれ、こいつら仲間近いけどこいつらちょっと形違うなっていうのに気づくわけで、そこに気づく、つまり仲間外れを見つける。で、この仲間外れは割と気づきやすいんですよ。で、ここに気づくと、じゃあそもそもなんでこいつら僕は仲間だって思ってるのっていうところに目が行きます。OK、もう一回いくね。まずポイントを適当にこう並べていきます。で、見てると、あれ、こいつら仲間じゃないんじゃないのって気づく時がある。で、これは割と簡単に気づきます。そうすると逆に、ってことは自分は残りのこいつらは仲間だって考えてることですよねっていうのに気づくわけよ。
で、なのでそこに名前をつけてみよう。どういう仲間なのか、どういうサークルなのかっていうのをつけます。それが概念を定義づける、抽象化するってこと。で、これでもう一回見直してやると、例えばこれね、今適当に書いちゃったけど、こいつ黄色、こいつ赤とかってあるわけよ。で、こうやって見ていくと、さっきこれ全体仲間だって思って概念つけたけど、この概念の名前でつけると、こいつちょっと仲間外れなんじゃないのって気づいたら、こっちでもう一回切り直せばいい。で、こいつをさらに抽象化して概念で、このサイクルをぐるぐるっと繰り返していくことで、グループ化というのはだんだん整ったいいグループ化というのができるようになってきます。今ちょっとこれね、口だけで説明しててもなかなか分かりにくいんで、いろいろやってもらった方がいいと思うんですが、まあこういうもんだと思いながら一回自分でいろいろやってみてください。で、この講義のシリーズの最後の方でもう少し具体的に実際にこの仲間を作りながら概念を取り出していくっていうのを演習も含めてやっていこうと思うんで、まあぼちぼち聞いていってくださいということです。で、じゃあここね、で、今までちょっと昨日に関しては抽象的な話が続いてきたので、いまいちイメージ湧いてない人も多いんじゃないかなと思います。なのでここでちょっと昨日の実際に例を見てみましょう。昨日の例、で、今のはもう本当に概念を作るっていうところに、直接訴えか、概念を作るっていうところの直接的な話をしていたので、ちょっとイメージ湧きにくかったと思うんですよね。なんで、主張点から抽象的な主張点を見つけるという話に置き換えていきましょう。もう少し具体的に してみましょう。で、じゃあグループ、グループをなすようなポイントを並べていきます。さっき出てきた光コーヒレンストモグラフィー OCT は、例えば緑内障って病気があるんだけど、緑内障の検出に有効であるっていうポイントがあります。これ前提ね、緑内障の検出に使える。で、また別のポイントとして、緑内障は加齢黄斑変性 AMD って病気があるんですが、これの検出にも使えますと。で、これも眼底の目の病気です。で、もう一つ OCT は糖尿病網膜症、ダイアベティックレティノパシーっていうので DR っていう病気なんですが、これの検出にも使えると。で、これ3つのポイントがありますということです。で、じゃあここからどうやって結論を出すか。これ OCT はここで実はさっきと同じような似たような結論になるんですが、眼科疾患の検出に、検査、検出に、眼科疾患の、あ、ちょっと言い方を変えようかな。眼科疾患の検出に有効であるって書くか。検出に有効である。で、これ実はさっき出てきた抽象化っていうのがこの中に入り込んでるの分かる？ここね、緑内障っていうのは具体的な目の病気ですよね。で、 AMD 加齢黄斑変性っていうのも具体的な目の病気です。で、ダイアベティックレティノパティ、糖尿病網膜症っていうのも具体的な病名や。で、この具体的な3つの例から眼科疾患っていう抽象的な概念、さらにそれの眼科疾患っていう抽象的な概念を導出してるわけで、だから、OCT は眼科疾患の検出に有効であるっていう結論を出してる。でもね、これ例えば全然 OCT が役に立たない眼科疾患っていうのもあるわけや。なので必ずしもこの結論というのはリジットで、厳密に正しいわけじゃないんですよ。ただ OCT は眼科疾患の検出に有効であると言って差し支えないでしょうっていう程度の話が出てくる。じゃあなんでその程度っていうところが出てくるのかっていうと、これですよね。この具体的な病気の名前と眼科疾患っていう病気そのものっていう概念とはランクが違う、段階が違うものだからってことです。いいかな。これは具体的なもので、具体的なものを集めても全体が出てくるわけじゃなくて、これはあくまでも新たに我々の頭が考えた概念だっていうことです。で、それのもう一個の例として、この間にもう一個入れることができるんや。例えばね、ここに OCT は冠動脈の検査に有効であるっていうのを入れようか。動脈硬化やな。
動脈硬化って書いちゃう。動脈硬化 OCT は動脈硬化の検査に有効、検出に有効である。でそうするとこれ、ここにもう一個動脈硬化っていうのが入ったところ入ったせいで、この眼科疾患って概念では全部をカバーできなくなったわけ。こいつ仲間外れですよね。これ目の病気目の病気目の病気で、これは心臓の病気や。なので冠動脈の動脈硬化から心臓の病気、循環器の病気です。ってことはもう眼科疾患という概念ではカバーできなくなって、こいつを仲間外れにしてこの3つからこの結論、この3つからこの結論を出してくるのか、もしくはこの全体からさらに大きな概念である疾患っていう概念までたどり着くのかっていうのを2択になってくるわけ。これ全体を使うとこっち、この上の3つからだけグループ化するとこっちで、眼科疾患と疾患というのは違う概念。眼科疾患、循環器疾患、消化器疾患っていろんなものがあって、それをさらに抽象化したのが全体の疾患という概念だけど、そうやってどん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 、抽象化しながらピラミッド構造を作っていくことになるということです。いいかな。なんで、概念を作り出すっていうのが機能であり抽象化や、でそしてそれを使って論理展開していくっていうのが機能的推論ということになるわけです。で、機能的推論の場合には事実、前提をポンポンポンと並べて1個ジャンプがあってこの結論が出てくる。でじゃあなんでそんなジャンプが起こるのかっていうと、そもそもこういう個別の概念から抽象的な概念を出してくるっていうのはそれがジャンプだからっていうことです。でこの、より狭い意味で機能っていうのを考えると、それは個別概念から抽象概念をポンと出してくる、これ自体が実は機能と呼ばれる思考の行為ですということです。いいかな。で、じゃあ、機能的推論ポイントをまとめましょう。と機能的推論のポイント、推論特徴って書いておこうかな。機能的推論の特徴で、これさっきから何回も僕主張してるけど、ジャンプがあるってことです。前提から結論が出てくる間にジャンプがあります。でこれは、ある非常に重要な機能的にものを考えることの非常に重要な特徴とリンクしています。それは何なのかというと、このジャンプは、概念自体を作り出しているということです。機能的推論によって概念が取り出されている、作られている。概念が構成されているって書いておこうかな。で、ただそれは機能的推論の少しドローバックにもなっていて、それは何なのかっていうと、機能的推論っていうのは必ずしも厳密ではないということです。なので結論に関しては何々という蓋然性が高まった、という言い方になることが多いですということね。でもう一回説明するね。機能的推論、いい点悪い点がありますと。いい点はこっち。実は機能的推論というのはそれ自体がかなりクリエイティブな行為です。何をやってるのかっていうと、概念そのものを作っているのが機能的推論です。で悪い点はこっち。機能的推論で結論が出たからといって厳密に絶対そうなんですよと言えないことが多いということです。ただその場合もおそらくこうであろうというおそらくこうであろうということ、つまり蓋然性、それが高まったっていうのを主張することができるということです。なので論文なんかで使う時には厳密に絶対そうだって結論が出ない、出たわけじゃないけど、これによって我々はこの結論を前よりも、この研究をするよりも、する前よりも、より強くこの結論を支持することができるようになりましたっていうことが言えるということです。とでは、ここで次の、
話に行きましょう。今演繹と機能両方一個一個説明していきました。ではここで演繹と機能の使いどころというのを勉強しましょう。まず、1個目のポイント、パラグラフ。このパラグラフ、自体1個のパラグラフを作るときにはその中身っていうのは演繹でも機能でも OK です。演繹機能両方 OK なんで、それぞれその時の主張内容とか使ってる前提によって使いやすい方でやってくださいということです。ただ、例えばミントの教科書はキーラインっていう言い方をしてるんですが、大きな構造大きな構造ピラミッドの、全体の構造を作るときには実は機能の方がいいですよ。ただこれはちょっと僕あんまり、強く同意してないところで、これが実は演繹でもいいんじゃないかなと思ってるんですが、一応、ミントの主張は機能の方がいいですということです。でじゃあこの大きな構造、論文で言えば何なのかというと、ディスカッションやな。ディスカッションってパラグラフがいくつもあって、それぞれが一個一個の主張になっています。これ1個がパラグラフね。で、例えば4つぐらいパラグラフがあって、こういうことが言えます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 。で、この1個1個の内容は、これや、演繹機能でも OK。黄色で書いとくか。こういうことね。例えば、この、ごめん。例えば、このパラグラフは演繹で結論を出す。で、このパラグラフは機能でこういう結論を出す。で、このパラグラフはまた機能、こっちは演繹とかっていうふうに、例えば4つのパラグラフがあって、で1個1個細かい結論が4つ出てくるわけや。各パラグラフごとの結論というのが出てきます。で一応書いとくか。これね、ここ一番下に出てくるのがパラグラフの結論で、このパラグラフの結論を、ディスカッションの各パラグラフの結論を全部合わせて論文の結論っていうのを出すことになります。これが実は、論文の大きな構造やんな。論文の結論なんて、ディスカッションで一個一個の、具体的にはディスカッションっていうのはリザルトで出てくる結果をとか、あと今までの先行研究なんかを合わせて一個一個主張点を出していく。でそれがパラグラフの結論になってくるわけです。でそれがいくつも出てきて、それを全部合わせて、じゃあ結局この論文としてはこういう結論が出せますっていうのを出します。それが論文の結論、いわゆるコンクルージョンセクションに書くことですよね。でこの、パラグラフの結論から論文の結論に至るここに関しては機能がいいですよっていうのがこの教科書の著者であるミントの主張です。で僕自身は、機能の方が確かにいいかなっていう気はします。理由は2つで、1つはまず演繹っていうのはさっきも言ったように厳密な論理展開になって、それができる時にはもうすでに研究自体は終わってるんですよね。本当の最終的な最終回が出てる状態です。でそこまでは普通行かない状態でどんどん研究っていうのはホットな状態で進んでいくので、確かに、演繹でやろうとすると詰まっちゃうというパターンが多いです。で、もう一つは演繹的に展開していくと話が複雑になって分かりにくいっていうことがあります。なんで、機能で確かにそうなんですねっていうコンセンサスを取るぐらいで止めといた方が、読者の理解を得やすい。なんでその2つの理由でおそらくこの大きな構造っていうのは機能でやる方がいいですよっていうふうにミントは主張してるんだと思うと。でミントは、かなり強く大きな構造は機能でって言ってるんですが、僕はまあどっちでもいいけど、どっちかといえば機能の方がいいんじゃないかなっていうのが、っていうふうに僕は考えていますということです。で、じゃあこの演繹と機能の使いどころ、例を最後2つ挙げておきましょう。演繹と機能の使いどころ、これの例です。まず、1つ目、ディスカッションパラグラフを演繹で出していきましょうと。
パラグラフ、使いどころパラグラフ内ね、1個のパラグラフ内例えば、文1、パラグラフ3つの文で作るっていうことを考えていきましょう。最初の文、パラグラフってだいたい5文から7文ぐらいで構成されるっていうのが僕の感覚なんですが、例えばもっと小さいパラグラフ、3つで文章を作るってことを考えましょう。例えば1つ、コラーゲンは副屈折を持ちます。このパラグラフの入っての演液で作るってパターンね、今説明した。演液で作る場合を見ていきましょう。例えばディスカッションの中で、パラグラフを演液で作っていくというのを見ていきます。コラーゲンは副屈折を持つ。で、これは例えば文献で何かすでに出版されていますというのがあったとします。なんでこう文献を引用しておくわけだ。で、次の文、今回の実験、例えば電子顕微鏡で、コラーゲンを見て、電子顕微鏡であるサンプルを見てみました。強膜、例えばね、強膜っていう組織を電子顕微鏡で今回の実験で見たところ、結果セクションに書いてあるように強膜はコラーゲンを含むことが分かりました。これは、例えば結果の3を見てくださいみたいに書くわけね。図3とか結果の3で、3つ目の文が結論、ゆえに強膜は副屈折を持っていると考えていいはずです。で、これは、演繹的論理展開、文1、文2というのが2つの前提になっていて、ここから結論を出しているという例です。で、じゃあ次、使いどころパラグラフの例、昨日のパターンを見てみましょう。使いどころの例2、昨日の場合です。例えば、3つのパラグラフで話を構成していくとことを考えてみましょう。で、そうか、これ昨日でやっていくんで、例としてはパラグラフ自体を作るという話じゃなくて、3つのディスカッションパラグラフ、3つのディスカッションパラグラフから論文の結論を出すという例でいってみましょう。で、まずディスカッションのパラグラフ1、これは、新しい手法、本手法と呼ぶかな、本手法の検査は高速である、本手法で行う検査は高速である、で結論を出します。で、この、パラグラフ、本手法は高速であるって結論を出すこと自体は、さっき例えばここでやったみたいに演繹でやっちゃえばいいってことね。で、ただこのパラグラフを構成することによって、そのパラグラフの結論こいつっていうのはメッセージとして、次の大きさのピラミッドを構成するポイントとして使えるようになります。で、次パラグラフに、次のパラグラフで、例えば本手法は緑内障に感度がある、緑内障検査に、検出に感度がある、緑内障に高い感度を持つ、なんで緑内障をしっかり見つけることができるってことよね。緑内障に対して高い感度を持つと。で、これがパラグラフ2の結論です。で、やっぱりこのパラグラフ2自体は、さっきやったように演繹で出すこともあれば、このパラグラフ2の中にさらに機能っていう構造を作って話を進めていく、この結論を出すっていうこともあるわけです。で、3つ目のパラグラフ。パラ3、ディスカッションの3つ目のパラグラフ。で、本手法は、安価に実現する、安いってことやね、安価に実現することができます。で、この3つがディスカッション、例えば、セクション4ディスカッションとかって書いてあって、3つのパラグラフで
こういうふうに主張していくわけね、3つのこと。で、この3つっていうのはこれだけで見ると何も関係ないわけよ。で、この3つから言えることっていうのを最終的に結論で、機能して結論として持ってきます。この3つからズドーンと結論に飛ぶ、論文の結論。で、例えば、ここで故に本手法は実際の眼科検査に、眼科診断に有効で、眼科診療に有効であるというか、実際の眼科診療に有効である。で、これ、こっからここは機能ですよね。機能って書いておこう。で、それが証拠に、この一個一個、この一個一個を分析しても、この結論っていうのは、この結論で主張していることっていうのは、この一個一個を見ていても、その中には出てこない、入り込んではいないわけや。ここで出てくる概念は高速。で、こっちは高い感度、緑内障の高い感度、ここは安価。で、ところが、ここで最後、結論で主張しているのは、有効っていう概念や。つまり、高速、高い感度、安価っていうのを、それぞれ個別のものをグループとして考えて、じゃあこれどういうグループなんですかって考えたときに、このグループ、高速、高い感度、安価っていうのは、つまり有効、診療に有効だっていう概念なんじゃないですかっていうので、一つ飛びでボンと結論を出してきたっていうことね。いいかな。なんで、これ、機能なんですよ。で、機能っていうのはさっきも言ったように、拡張的であり、かつ構成的なので、このパラグラフの中に入り込んでいる概念だけを取り出したんじゃなくて、そこからジャンプして、もう一つ創造的なクリエイティブな結論を出しているということです。ちなみにこれ今日の内容からは少し、はみ出しちゃうんですが、この結論っていうのは前回やった内容と考えると、イントロの最後のクエスチョンのところで出てきた、イントロの構成って覚えてる？シチュエーション、コンプリケーション、クエスチョンですよね。で、そのクエスチョンに対するこの結論が答えになっているはずですと。きちんとした論文の構成であれば、ここはそこに対する答えになっているはずですということです。いいかな。では今日の最後に一つ番外編をやっていきましょう。この番外編で僕がやりたいのは、今日勉強した演繹と機能、特に機能です。この機能と関連した概念である総合、そしてその反対概念である分析、これらを使って論文に書く内容そのもの、つまりピラミッドで言えばポイント、これを見つけていくという方法です。で、ここで注目したのは機能ね。で、この機能、機能っていうのは総合っていう概念と非常に深く結びついています。で、この総合っていうのは非常にクリエイティブで、非常にクリエイティブなものです。で、これ何なのかっていうと、概念を作り出すことです。なんで、機能によって総合を行うと新しい概念が生まれてくるってことや。で、この総合に対して、もう一個、これに対立する概念、これの反対側の概念というのがあります。それが分析とか分析的。で、これは総合して出てきた概念から個別の事例を取り出すことです。OK。総合っていうのは個別から概念を作ること。で、総合っていうのは個別から概念を作ること。ぐちゃぐちゃになっちゃった。総合っていうのは個別から概念を作ること。で、分析っていうのは概念から個別を作ることです。で、このものの考え方、総合と分析。で、この総合っていうのは機能と関連してるんだけど、この機能から総合って考え方を出してきて、この総合の対立概念である分析っていうのを今話してます。で、総合っていうのは個別から概念を作ること。で、分析っていうのは概念から個別を取り出すことです。で、これを使うことで、自分が今やっている研究の
要素が何なのか。でさらにズバリ言ってしまうと、それは自分が何を論文に書くことができるのかっていうネタを取り出していくことができます。で例えば、例をちょっとだけ見せてみましょう。例えばね、僕みたいな光を使った光干渉計を使った、医療イメージング装置を作ってるんですが、そこでじゃあどういうふうに論文に書くネタを探していくかっていう例をやってます。まず僕ら光使ってるんで、そのイメージングとか検査、医療検査装置に使う光源の波長、使うプローブ光の波長幅っていう概念があります。でそれに加えて、その中心波長、光の中心波長ね、これは例えばノートを見ると書いてあるわけや。今回使った装置の波長幅は、何ナノメートルでした、中心波長は何マイクロメートルでしたって書いてあります。でこの2つから総合すると概念として光源というのが出てきます。光源って実際具体的にものもあるから、それ概念じゃなくてものじゃないんですかと思うかもしれないけど、例えば光源っていう装置があった時に、それ光源って呼んでる、それは概念そのものなんですよね。でも光源っていう装置は実際にはただ単に電子回路なりレーザーマテリアルの、組み合わせでしかないわけや。でもそれが組み合わさることによってできたものは光源っていう新たな名前で呼ばれるってことになるわけ。なんで光源っていうのは概念なんですよ。で、この光源に加えて、じゃあ僕たちが使ってる OCT 装置っていうのは他に何でできてるのかっていうのを考えていきます。でこの光源何に使われているのっていうと、 OCT 装置っていう装置で使われています。でこの装置は実はまた概念なんですよね。この OCT 装置もよく見ていくと、いろんなパーツの組み合わせでしかない。でもそれを全部合わせて OCT 装置って名前をつけるのは、それはつまり、そういう装置という概念を作り出した人間のやってることなんですよ。でこの OCT 装置というのが出てくる。そうするとこっから今度は、一つ言うの忘れた。この下から上に行くのは総合です。なんで、個別の、より個別に近い概念として波長幅、中心波長っていうのがある。でそれを総合することによって光源っていう概念が生まれる。でそこからさらに上の概念として OCT 装置っていうのがある。でここにたどり着いたら、今度はそれを分析することで別のより個別に近い概念が出てきます。個別が出てきます。例えば干渉系、あとは、ペイシェントモジュールって言ったりもするんですが、スキャンヘッド、光を患者さんの目の中に入れていくための装置です。でこのスキャンヘッドっていう概念から、今度はそこで患者さんの目に入れる光の強度っていうことでプローブパワープローブパワーっていうのが出てきて、それと同時に例えばスキャン速度っていうのも出てきます。でこれよく見ていくと、結局全部概念なんですよ。ただより上に行けば行くほどより抽象的な概念になっていきます。でこの上に向かっていくことを総合で、このより抽象的な概念からより具体的な概念を出していくことが分析です。これな、じゃあ何が言いたいのかっていうと、この総合と分析っていうのと、どっちがより抽象で、今この図だったらこっちが上に行けば行くほどより抽象、下に行けば行くほどより具体、個別、より個別でありより具体的なものっていうのが分かっていると、あるところから始まって結局、自分が論文に書く、書ける内容、書けるポイントっていうのを次から次に発想して取り出していくことができるんですよ。でただこれをね、このつながりがあるっていうのに気づかずに、それぞれの概念とか個別につながりがあるっていうのに気づかずに、ひたすら何を書けばいいのか並べていこうとするとかなり苦労します。でも、全ての概念はこういうふうに総合と分析っていうのはつながってるっていうのが分かっていると、あるところから、例えば実験ノートを見て波長幅書いてある、で中心波長も書いてある、でそこからスタートして、どんどん総合と分析っていうのを繰り返していくことで、論文に実際何を書けばいいのかっていうのがきちんと、洗い出せてくるということがあります。洗い出すということができます。なんでこれ、今日お話した機能と演繹
で、そしてそれに関連した概念である総合と分析。で、この2つをうまく利用する、プラスアルファのテクニックなので、ぜひ覚えておいてくださいということです。それでは、今日の講義の内容すべて終わったので、今日も課題を出しておきましょう。で、これね、課題毎回結構いろいろボリュームも少しあって大変だと思うので、もしこれやっぱ課題をきちんとやってもらう方が身につくので、ぜひやってくださいということなんですが、必ずしもちょっとそこまでこの講義に時間使えないって人は、今日の講義の内容を撮ったノートを写真に撮って提出してください。それでも出席として認めます。で、ただ、もっとやる気のある人、これ使えると思うんで自分この際身につけたいですっていう人は、実際に今から言う課題を解いてみてください。で、課題はこれです。みんながそれぞれの人が実際に使う、実際に使う装置、作ってる装置でもいいし、自分で作った装置、先輩とか同僚が作った装置でもいいし、買ってきて使ってる装置だけでもいいです。この装置を説明するパラグラフを書いてみましょう。で、具体的なやり方は次で、次の 4ステップです。1つ目、何かポイントをリストアップする。いくつかのポイントをリストアップする。で、ステップ2。で、そこから総合して、もしくは機能して、同じことですよね。そこから総合と、機能、この両方を使って、総合と分析、さっきのスライドですよね、さっきの板書です、総合と分析を、これを使ってポイントを増やしましょうと。で、3番で出てきたポイント、出てきたポイントを分析し、よく見て、分析って言い方ちょっとかぶっちゃった、よく出てきたポイントをよく見てやって、いくつかのグループを作る。これは機能です。で、ここで気をつけてほしいのが、これね、機能って、今日何回か話したように厳密なものではないんですよ。いろんな可能性があります。創造的、クリエイティブなものなんでね。なんで、ここで使った機能、ここで使う、ステップ2で使った機能、で、ここで出てきたグループ、グループとか概念っていうのと、このステップ3で新たに作る概念っていうのは、必ずしも一致してなくてもいいです。一致しててもいいし、一致しなくて、してなくてもいい。なんで、なのでステップ3っていうのをもう一回言い直すと、ステップ3は、2で、なんかおかしいね、あ、上って書いてあるのか、自分の字が読めなかった、あ、ごめん、出てきたやな、ステップ2、これで出てきたポイントをいくつかの、ポイントをいくつかのグループに分ける。2で出てきたポイントをいくつかのグループに再グループ化する。するっていうのがステップ3です。で、最後。で、一つ一つのグループを説明するパラグラフを書いてください。大きさによっては説明する文を書くにしとこうかな。で、これで、1個のパラグラフ。
いくつかのグループを説明する、一つ一つのグループを説明する文を書く。なんで一つのグループを一つの文で説明するってことです。で、それが5つぐらいあると1個のパラグラフになる。で、それを書いてみてくださいということです。で、このグループ、どの大きさ、どのレベルのグループを1個の文にするかっていうのはもう皆さんにお任せします。で、この内容自体で実際点をつけるわけじゃないので、自分なりにいろいろ試行錯誤して、自分だったら今僕の使ってる、自分たちの使ってる装置をこういうふうに説明するなっていうのを考えながら、書いてもらえればいいと思います。なんで、もう繰り返しになるけど、これの出来で点をつけるわけじゃなくて、実際に自分なりにいろいろ考えながらやってみて、これを実際皆さんが論文を書くときに使えるように、ぜひ身につけてくださいということです。じゃあ、考える技術、書く技術、読む技術、第5回の講義を終わろうと思います。以上です。